ジェイソン・デイはオーストラリアのプロゴルファー。クイーンズランド州某デザート出身。デイは母がフィリピン人、父がオーストラリア人の間で生まれる。6歳の頃から某デザートゴルフクラブでゴルフを習い始める。8歳でロックハンプトンに移住。そこからゴルフ大会に出場。デイはクイーンズランド州人文場にあるヒルズ・カレッジ。 ヒルズ・インターナショナル・ゴルフ・アカデミーに在籍中の2004年に、全豪アマチュア選手権を、聖波や世界ジュニア選手権など数多くの大会で、優勝を収めた後、2006年にプロデビューする。2007年のネーションワイドツアーの大会でプロ初、優勝。2010年の HP ・バイロン・ネルソン選手権で、PGA ツアー初優勝を果たす。2011年には、マスターズと、 全米オープンで2位となっている。2014年、イは WGC アクセンチュアマッチプレーで初優勝を果たした。2015年にはファーマーズインシュランスオープンで優勝。8月の全米プロでは20アンダーという大会新記録でメジャー初優勝を果たした。その後、フェデックスカッププレイオフのザ・バークレイズと BMW 選手権で優勝し、 世界ランクも、マキロイとスピースを抜き、1位になった。DNP イコール、不参加カットイコール予選落ち WD イコール危険、T、イコール、対応色背景は10位以内入賞。DNP イコール、不参加カットイコール予選落ち WD イコール危険、T、イコール、対応色背景は10位以内入賞。ありがとうございます。